聖母、マリアの汚れなき御心は、カトリック教会における、新人業の一つであり、この名称は、聖母、マリアの喜びや、悲しみ、聖母、マリアの美徳や秘められてきた人間としての完全さ、そしてとりわけ諸女性をもって神なる父を愛したこと、御子、イエス・キリストへの母なる愛情、そして全人類を思いやる心といった、マリアの内的生活を言い表すものとされてきた。 東方聖教会は時折、マリアの汚れなき御心と関連した、聖が、新人、そして、神学理論を取り入れてきた。しかしながら、このことはいくつかの論争を引き起こし、天霊が螺ン化した形だと見るものも出てきた。カトリック教会のマリア神学を元とした見解は、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世が表した使徒的書簡、乙女マリアのロザリオによって例示されている。 聖母の七つの悲しみに敬意を払い、聖母、マリアのお心は伝統的に七つの剣などで突き刺されたイメージで描かれる。バラやその他の花々も聖母、マリアのお心を包むことが多い。なお、日本語の表記ではイエスの御心に関しては、精神、マリアの御心に関しては、お心と区別して書く。マリアのお心への崇敬は、 イエス・キリストの精神への崇拝との類似点がある。しかしながら、イエスの精神に対する信心は、人類への愛にあふれるイエスの精神そのものに直接、行われるが、聖母マリアに対する信心は、父なる神やイエス・キリストに向かった、マリアのお心による愛を呼び込むものである。この点において、双方の違いがある。もう一つの相違点として、 双方の信心そのものの性格の違いが挙げられる。イエスの精神に対する信心において、カトリック教会は、キリストの愛に応える愛という意味で数形する。マリアのお心に対する信心においては、研究と模倣が愛と同じぐらいの割合で重要な位置を占める。マリアのお心への信心の目的は、マリアのお心を通じて、神と人類を結びつけることであり、 これを進める過程には封建と償いの思いを含む。このマリアのお心に対する信心はマリアのお心と結びつき、そしてマリアの美徳を真似ることによって、父なる神とイエス・キリストを今まで以上に愛することを目標としている。ルカによる福音書の第二章の中でマリアは自分が経験した全ての出来事を心に秘めてきたこと。 それら出来事を何度も実行したであろうことが二度にわたって記載されている。ルカ書二章三十五節は、シメオンがマリアに予言した言葉によって、マリアは心臓を貫かれたように感じたことを詳細に記述している。このマリアが剣で心臓を貫かれているイメージは、マリアの汚れな気味心を表現したもののうち最も普及している病法である。ヨハネによる福音書は、 イエス・キリストの受難を描く中で、マリアがイエス・キリストの十字架の足元にいる姿を描写し、その時のマリアの心情に読み手の注意を引きつけている。ヒッポのアウグスティヌスはこのことについて、マリアはキリストの十字架の下で単に消極的だったわけでない、として、イエス・キリストが慈悲を通じて行う人類の食材を、マリアも自ら苦しむことによりそれを共同で行ったと、 している。ローマ教皇レオ一世は、マリアがイエス・キリストを解体する以前から、信仰と愛を通じて、イエス・キリストを霊的に自分に宿していたのだとする。ヒッポのアウグスティヌスの教えでは、マリアが実際に受肉として、キリストを宿したことよりも、自分の心の中で、キリストを受け入れ、宿したことにより、祝福されたのだとされる。ルシアドス・サントスによって描写された。 マリアの汚れなキミシン、マリアのお心への新人業は、中世のカンタベリーのアンセルムスや、クレルボーのベルナルドスなどのような、聖人によって始められた。そしてこの新人業は、メヒティルドや、大聖ゲルトルード、そして、スウェーデンのビルニッタといった聖人たちによって、実践され、そしてこれらの聖人により発展していった。このことの形跡は、アベマリアの祈りや、 元気祭哀れみの母への祈りによる経験な祈りの号の中に見ることができる。また、リチャード・デ・サンローランが13世紀にルーアンの刑務所で書いた聖なる乙女マリアへの賛美という非常に大きな著作にもそのことが表されている。なお、上記のアベマリアの祈り、元気祭哀れみの母への祈りは通常、ルッカのアンセルムスか、 クレルボーのベルナルドスのどちらかによるものとされている。話は少し前後するが、マリアの認める心への新人行に、マリアの喜びと悲しみへの新人が、トマス・ベケットにより加えられた。そしてヘルマン・ヨーゼフも、また自分のマリアに対する、新人行に、これを取り入れ、その後に、スウェーデンのビルギッタによる、目視録の本にも、このことが書かれている。シエナのバーナディーノは、 マリアのお心の博士と呼ばれることがある。カトリック教会がマリアのお心の祝日に第二アカの祈りの号としてマリアの喜びと悲しみへの信心を取り入れているが、これはシエナのバーナディーノが始めたものである。フランシスコ・サレージオはこのマリアのお心の完全さ、神への愛の手本をテオティムスへ捧げた著作の中で書き表している。これと同じ時期に マリアのお心に対する新人業を実践することについて、ニコラスで創世の著作、アンティドータリウム、ローマ教皇ユリウス2世、そしてランスペルディウスの著作、ヤズツに、その記述を乱すことができる。16世紀の後半期や17世紀の前半期に、禁欲的な著作家たちにより、この新人業について、より大幅で詳しい著作物が書かれた。この祝日の 主な目的は、マリアの霊的生活の祝日と同じであり、10月19日に、カトリック教会の修道会、セイスルピス会によって祝われていた。この祝日は、神の母であるマリアの喜びと、悲しみ、マリアの美徳と、完全さ、マリアの父なる神や、巫女、イエス・キリストへの愛、及び、マリアの人類に対する憐れみから来る愛を記念して、祝う。 1643年には、ジャンウードとその後継者たちが、2月8日を、聖母、マリアの精神の祝日として祝っていた。ローマ教皇ピウス12世は1944年に、マリアの汚れなき御心の祝日を8月22日に祝うよう制定し、この日は、伝統的な聖母の秘書店の大祝祭と重なっていた。1969年に、 ローマ教皇パウロ6世がこの聖母マリアの汚れなき御心の祝日をイエスの精神の祭日の直後の土曜日に移行した。現在においてはこれは聖霊降臨の祝日の後の3番目の土曜日であるとされている。教皇パウロ6世はこれと同時に聖母マリアの汚れなきみ心の祝日とイエスの精神の大祝日を密接に関連づけた。なお、 教皇パウロ6世は天の元高生マリアの祝日を5月31日から8月22日に移行した。1962年版もしくはこれより17年以前の版によるローマミサ天礼書を使用する人々はこの祝日を5月31日と定めたピウス12世に従っている。これはエクアドル共和国修道会、精霊修道会、 イエズス・マリアの精神会、そして、マリアのお心の宣教会の死後の記念日として、続けられている。詳細は、悲しみの聖母参照伝統的な、聖母、マリアの汚れなミシ心は七つの傷を負っているか、または七つの剣で貫かれている描写で表され、このことによりマリアの七つの悲しみに敬意を払う。マリアの七つの悲しみはカトリック教会における。 新人の中でも一般的に普及しているもので、このマリアの七つの悲しみで構成される新人業の祈りがいくつかある。その中の一つの祈りに毎日、アベマリアの祈りを七回唱えるというものがある。悲しみと汚れなき御心のマリアという言葉は、フランシスコ会の世俗会員、ベルトプティによって使われた言葉で、マリアの悲しみとマリアの汚れなき御心を指す。 聖母の汚れなきみしが、剣で貫かれている図、不思議の目台の片面右下に描かれている。マリアの精神への新人業は1830年に、カトリーヌ・ラブレによって広められた不思議の目台により、大きく花開いた。汚れなきみしはこの奇跡の目台にも描かれている。そこに描かれた図では、マリアのお心は、剣で貫かれている。 イエスの精神もまたそのメダイに描かれており、その精神には王冠とトゲが共に描かれている。マリアの汚れなきお心はメダイの右側に描かれている。なお、このメダイの二つのみ心は、聖母マリアが十字架にかけられたイエス・キリストの足元にいる姿を示す。ファティマの聖母は、聖母、マリアの汚れなきミシンに対して犯した罪の償いとして、 初土曜日に次の新人業を5ヶ月間にわたって行う者に対し、救いのために必要なすべての恵みを持って、そのものの臨終の時に助けることを約束した。詳しくは、イエスとマリアの身心のちぎりを参照。イエスとマリアの身心のちぎりは、カトリック教会におけるイエス・キリストの精神と、聖母、マリアの汚れなき身心の新人業の歴史的、神学的、 そして霊的な結びつきをもとにしている。二つの身心への新人行を結合させたものは17世紀にジャン・ウードによって形作られた。ジャン・ウードは霊的、神学的そして天霊的な諸要素を新人行に関連づけイエスとマリアの身心を結合させた新人行についてカトリック教会の認可を受けた。これはマルグリット・マリー・アラコクがビジョンを受ける。 以前のことである。18世紀そして19世紀に様々な諸聖人の個人、または共同作業による努力によって、この新人業は大きくなった。この新人業に関わった聖人には、カトリック教会のマリア神学を発展させたグリニオンド、モンフォールがいる。また、カトリーヌ・ラブレによる、不思議の目イには、トゲの冠をつけた、イエスの精神と剣に突き刺された、 マリアのお心が共に描かれている。この新人行、そしてそれに関連する祈祷文は、20世紀のマキシミリアのコルベによる、汚れなき聖母への封建の祈りなどに引き継がれている。また、ファティマの聖母が出現した時に報告された聖母のメッセージは、イエスの精神がマリアのお心と共に賛美されることを望んでいることが語られている。初代のローマ教皇たちは、 この二つ見心を結合させた、新人業を個人、または共同で行うことを数世紀にわたって支援した。ローマ教皇ピウス12世は、自らの会直、ハウリエティスアクアスにおいて、この新人業を共同で行うことを強く勧めた。1979年には、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世が、自らの会直、レデ,デンプトル・オミニスにおいて、イエスの精神、 聖母、マリアの汚れなき御心のちぎりを主題として説明している。なお、ヨハネ・パウロ2世は、1985年9月15日のお告げの祈りにおける説教の中でイエスとマリアの御心のちぎりという語を作り出した。なお、ヨハネ・パウロ2世は、1986年にポルトガルのファティマで開催されたイエスとマリアの御心を主題にした。 国際会議で講演した。アレシャンドリナ・マリア・ダ・コスタはイエスの原始者として著名であり、ローマ教皇ピウス12世はこの原始により、世界を聖母・マリアの汚れなきミシに封建した。ファティマのローマ教皇ピウス12世増道教皇はロシアと世界を封建した。ちょうど数年前、私たちはすべての人類を乙女・マリアの汚れなきみ心、 神の母に奉献いたしました。そして今日、私たちは、ロシアの人々を最も特別な儀を持って、ロシアの人々を、聖母、マリアの汚れなき御心に奉献し、お任せいたします、と、造幣に書かれている。1917年7月13日、ポルトガルにおいて、ファティマの聖母の三度目の出現があったその間、伝えられるところによると、聖母マリアが三人の牧童たちに、 神は、聖母、マリアの汚れなき御心に対し、世界的な封建をすることをお望みです。と言った。これは、人類の魂が地獄に行くことを防ぎ、世界に平和をもたらすためで、そして、聖母はロシアを、聖母の汚れなき御心に封建するよう求めてきたと、される。1五十二年七月七日に、ローマ教皇ピウス十二世は、自らの首都的書簡 サクロベルジェンテアンノに、ロシアを、聖母を止めマリアに封建すると記した。ポルトガルのアレシアンドリナ・マリア・ダ・コスタは、イエス・キリストや、聖母を止め、マリアの私的な出現を何度も受け、その中で、メッセージや予言を直接に、イエス・キリストや聖母マリアから受けたとされる。1938年6月に、彼女の霊的な指導者、マリアーノ・ピニャン神父の手による、 依頼文を元にした文書が、ポルトガルの数人の司教から、ローマ教皇ピウス11世に送られた。その文書は、教皇に対し、世界を汚れなきマリアのお心に封建することを求めた内容であった。この当時、ローマ教皇庁の国務省担当であったエウジェニオ、パチェッリスーキ教は後に、ローマ教皇ピウス12世となり、世界を汚れなきマリアのお心に封建した。 詳しくは、世界の封建。1984年3月25日、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は、この、世界の封建の求めに対し、それを満たすための動きをした。ヨハネ・パウロ2世が、世界の封建を厳粛に行ったとき、つまり、ロシアの封建も、暗黙のうちに含まれることになるが、バチカン宮殿のサンペートロ広場へ、臨時に、ファティマの奇跡の聖母像を置き、 その像を前にして、マリアの汚れなきミシンへの奉献儀式を行った。戦争カルメル会の修道女ルシアドス・サントスは、ファティマの聖母が出現した時において、唯一生き残った目撃者であるが、ルチアは、聖母、マリアの妖精である、ロシアのマリアの汚れなき御心に対する奉献が、天によって受け入れられたこと、それゆえ、聖母、マリアの妖精が、年8月8日にいて、 満たされたことを確信した、とした。ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世は、この時、新たに始まる1000年のために、世界を、マリアの汚れなきンへ委ねる儀式を行った。2013年8月に、ローマ教皇フランシスコは、2013年の10月13日に、ファティマのロザリオの聖母像と、聖母、マリアの日の祝賀の一部として、世界を、聖母、 マリアの汚れなき御心へ封建すると発表した。ノーツ、ハットブログ風サイトではあるが、WPRS により、このサイトの記事は、自身の専門分野内について記述している著名な、専門研究者記事の著者に該当するため、例外と判断した。ありがとうございます。